影井さんはおととい宇城市役所を訪れ、森田健司市長からプロモーション大使の委嘱状が手渡されました。影井さんは宇城市出身で TikTok クリエイターとして活動し、ドラマやバラエティ番組にも多数出演するなど、 TikTok のフォロワーは1000万人を超えています。今後プロモーション大使として自身の SNS を通じて宇城市の魅力を PR するほか、市の広報誌やイベントに出演する予定です。地元の観光地といえば宇城市もあるよねとか、地元民ならではの良さをたくさんの方に発信していけたらいいなと思います。宇城市のプロモーション大使はモデルの松村かなさんに続き2人目です。